山嵐作戦は、マケドニア共和国警察によって2007年11月7日に、シャル山の山中で武装する、アルバニア人の組織、自称、コソボ解放軍政治顧問部に対して行われた、戦闘作戦であり、マケドニア共和国北西部、テトボ近くで行われた。テトボ自治体のベイツェ、ベシャラ並びに、ゴスティバル自治体のブロデツの3つの村落で戦闘が、行われた。 ディリムやクピは、他の7人の男と共に、コスボのデュブラバ刑務所を実力で脱獄した後、武装組織を率いてこの地域に潜伏しているものと考えられていた。同時に脱獄したジャビド・モリナは、作戦の1週間前にテトボ近くの踊りにて遺体で見つかった。また、10月末には、かつてマケドニア紛争が勃発した村であるタヌシェーブチの近くで警官が銃撃に遭い、 二人が殺害され、二人が負傷した。内務大臣は、この攻撃は密輸者によるものと考えられ、民族間の対立とは関係ないとした。マケドニア共和国内務大臣は、作戦によって武装勢力の6人が死亡し、12人を逮捕したと報告した。この他の4人は、衝突前にスコピエで逮捕された。爆弾、弾薬、自動小銃や、 ロケットランチャーなどの武器が警察によって押収された。警察のヘリコプターも作戦に用いられた。ある目撃者は前日にアスックの紋章の入った制服を着た者たちが村をパトロールしていたと述べた。この目撃者によると村の一軒の家が焼け、銃撃によってモスクが損傷した。マケドニア側で作戦が開始されたため、 コソボに展開している北大西洋条約機構のクファーはコソボ側での国境警備のレベルを上げた。クファーはこの地域で一機のヘリコプターが墜落したがこれは NATO に属するものではないとした。マケドニア内務大臣はヘリコプター墜落を否定した。クファーの情報ではヘリコプターはコソボ側には落ちておらずマケドニア共和国の側に落ちたかは不明であるとした。 作戦によって押収された武器は、3つの迫撃砲と111の砲弾、2つの無反動砲、40の手榴弾、電子誘導式の対戦車、ミサイルシステム QM111 ファゴット、4つの地対空ミサイル発射機、4つの対空ミサイルシステムストララに、9つの RPGM80 ザリア、2つのグレネードランチャー M79 をさ7つのミサイル、 6つの RPG と132の敵弾、1つの40ミリグレネードランチャー、MGL-6、56の手榴ゅう弾、31のトリニトロトルン作薬、プラスチック爆薬の入った2つのパッケージなどの武器が押収された。2007年11月8日、コスボのアルバニア人のグループがマケドニア警察との銃撃戦への関与を発表した。 コソボ解放軍政治顧問部を自称する者によって、セルビア及びマケドニア地域で危機にさらされているアルバニア人の民族性を守るために武装集団の結成を余儀なくされたとの声明を出した。ありがとうございます。